ゆっくりで鉄道旅行。そうだ、東京に行こう。どうも、おはこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサです。今日は、鉄道旅行に行きたいと思います。まずは、東京を目指したいと思います。めっちゃ飛ぶんだな。まあ、早速新幹線乗り換え口に行くんだぜ。あ、待ってマリサ、どうしたんだ、霊夢。今回の移動手段だけど、在来線だけ使っていきます。ということです。え、どうやって行くんだ？まさか、在来線の普通列車や快速列車を乗り継いで、行くつもりじゃないだろうな。列車の乗り継ぎはやるよ。新幹線を使わない代わりに、中央本線ルートで、特急列車を3本使っていくよ。そうなのか。で、何時間かかるのか？今からおよそ、7時間ぐらいかかるよ。まあ、本当は、夜行列車で行く予定だったんだけどね。座席指定券が満席で取れなかったんだよ。1ヶ月前の話だけど。そっか？そんなことがあったんか。で、新幹線を使わない理由は？新幹線で早く行くのもいいけど、いろんな路線を使い、時間をかけて行くのもたまにはいいと思うよ。スケジュール的にも余裕はあるし。ま、いいんじゃない。私もゆっくり行ってもいいと思うな。ゆっくりだけに。マリサさん、そこでギャグを言うんですか？スマートフォンなどをある程度操作することは、走行中の列車との接触や、まずは、この521系電車を見送り、後から発車する、特別快速浜松駅に乗車します。この時刻の特別快速は、311系がついていました。311系は、デビュー当時に新快速用に投入された電車だよな。そうです。1989年から1990年まで製造され、主に、中京圏の新快速に投入されました。今も、快速や新快速で活躍してることがあります。さて、この電車で岐阜に向かいます。はい、岐阜に到着したんだぜ。この駅で、特急ひだに乗るのですが、まだ時間があるので、撮影しながら待ちたいと思います。早速向こうから何か来たみたいだぜ。これは、竹豊線で活躍していた、キハ75系だね。竹豊線って、去年電化が完了した路線だよな。今は、ディーゼルの代わりに、311系や313系電車が、活躍しているよ。竹豊線を追い出されたキハ75系たちは、高山線や太田線のキハ11系、キハ40系列のディーゼルを、置き換えました。置き換えたキハ11系は、ミャンマーのヤンゴンという都市で活躍しているらしい。お、今度は白鷺用の681系だ。特急運用に入るための回送かな。走行しているうちに特急飛騨高山駅が到着しました。乗車したら、美濃太で太田線に乗り換えます。美濃太までは、約30分で到着します。到着が約30分って、別に名古屋で特急しなのに乗り換えれば、よかったんじゃないの？まあ、別にいいけど。列車は前から6号車、5号車、4号車、3号車、2号車、8号車の順の6両で運転をしております。自由席は1号車です。6号車です。
からは大田線に乗り換え、多治見で中央本線の特急しなのに乗り換えるよ。キハ75系か、前にこの路線に乗った時は、キハ11系だったな。今は、過去の思い出になっちゃったけど、ローカル線のスタイルとしては、いい車両だったよ。私はどちらか言うと、キハ11系よりも、キハ48系の方が好きだったんだけどな。そうそう、次の乗り換える駅でのことなんだけど、多治見駅での待ち時間が20分近くあるんだよ。それで、途中下車してコンビニでお昼ご飯を買っておこうかなと思うんだけど、どう思う？そうだな、途中下車してみようか。また、長時間乗車したままになると思うし、食べ物を買っておいた方がいいな。じゃあ、私は、冷やしおうどんが食べたい。ゆっくり考えるといいぜ。多治見駅からは特急しなので松本まで乗り、松本からは特急スーパーあずさに乗り換えます。あとは新宿まで乗車します。やれやれ、やっと中間地点か。いやいや、まだまだ先が長いよ。あと2時間25分ぐらいかかるよ。長いな。昼寝でもしてたら？そうさせてもらうぜ。終点着く前に起こしてくれよな。終点の新宿に着きました。途中で私も寝ちゃいました。結局終点まで二人とも爆睡してしまったぜ。さて、まだ時間あるしどうしようか。そうね、総武観光線に乗り換えて秋葉原で下車して秋葉を歩いてみようか。霊夢、うん、ちょっとそこの本屋で本を買ってきていいか。いいけど、何の本を買うの？魔導書。そんな本ここには置いてません。てか、その本がこの世界に存在していたら、逆にすごいよ。で、何の本を買うの？ああ、サークル本だ。内容は、秘密だぜ。気になるねー。そんなこと言ったって教えれないものは、教えれないんだぜ。ま、いっか。私も本を買っていこう。ほう、何の本なんだ？珍しい本かな。その本買ってどうするつもりだ？まあ、小鈴ちゃんにあげるの。外来本とか妖魔本とか集めてるでしょ？確かに、鈴の庵には外来本や妖魔本が、たくさんあるよな。外来本よりも、妖怪が書いた妖魔本が、いいと思うんだぜ。あれも、幻想郷にしか存在していないと思うんだが。あればの、話だからね。なかったら、適当に買っていけばいいのよ。いいのかい？秋葉原散策もいいけど、都心の撮影スポットを探して、ロケーション撮影をしてみよう。ここでいいんじゃないか？そうね、ここなら、いい感じに撮れるよ。ところで、下にある線路はなんだ？あれは、東京メトロ丸の内線の線路だよ。ここは地下鉄が一瞬だけ、外に顔を出すよ。丸の内線はほとんど地下を走行しているけど、都心には何か所かあるよ。こういった、地下鉄はあまりないんじゃないか？そうね、海外の地下鉄ならありそうね。次は、お茶の水駅の近くの橋で撮影してみよう。河川柱があって撮るの難しいな。ここは、電車の丘をアップで撮ろう。そうだな、仕方ないな。その後、私たちは秋葉原に戻り、つくばエクスプレスで北千住まで乗車した。北千住からは、東京メトロ日比谷線に乗り、銀座線、丸の内線を乗り継いで、国会議事堂前でまた乗り換えました。国会議事堂前から溜池山王まで移動して、南北線に乗車しました。ちなみに南北線内では、撮影しておりません。目黒駅で撮影しました。南北線では、フルハイトホームドアを採用しており、京都市営地下鉄東西線みたいに電車の撮影が難しいです。南北線は、東急線に直通しているので、乗り入れ先の鉄道で、姿を拝むことができます。また、京都市営地下鉄東西線では、京阪京神線が乗り入れているけど、地下鉄が京阪に乗り入れないんだよね。基本地下鉄線内のみ完結だからな。京阪は、地上線や浜大津の軌道線で見れる。さっき乗ってきた電車は、埼玉高速鉄道2000系です。国会議事堂前あたりから、乗り入れ先の電車に出会うよな。向かい側のホームにも何かいるぞ。これは、都営三田線6300系だ。白金高輪駅までは、南北線と三田線が線路を共用しているよ。
VVVF が名鉄2200系の軌道音に似ているな。そろそろ、日が暮れるな。じゃあ最後に、原宿駅を撮影して終わろうか。この建物は、レトロな感じがいいよな。この駅舎は90年前に作られたものだからね。この駅舎をマイクラで再現できないかな。駅を作る前に全然開拓が進んでないじゃないか。まあね、いつか作るつもりでいるよ。しかし、最近は、レトロな駅や、田舎の駅みたいな駅舎が減ったよな。宅地化が進んだり、バリアフリーの工事で、表情駅舎に改築したりしているからね。この駅も新しい駅舎に建て替えるんだよな。ウェブサイトのニュースでは、2020年までに建て替えると書いてあった。2020年か、東京オリンピックの開催だな。今のうちに、写真に収めておくよ。そろそろ行くか？そうだね。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。